そしたら、手の動かし方をやってみたいと思います。で、手の動かし方、フラの場合は特別なんですが、うちのクムが、昔やっていたアンティ・ラニから言われて、やっていたものをですね。で、例えばこう手があるとします。そしたらこれを一旦だらっと下げます。で、下げた状態でこの親指をこの中指の付け根に持っていきます。で、ここから親指を中指の指先まで持っていきます。そしたらこの親指、人差し指の方に移し替えて戻ってきます。手のというか指の動きとしては中指の真ん中、指先、人差し指に乗り換えて入ってくる。これが基本です。で、こう下げます。で、親指中、つま先まで持っていって、で、人差し指通って帰ってくる。シンプルに言うとこれだけです。で、これにこの手の動きをつけてあげる。下まで持っていって、こう指を上に持っていく段階でここを持ち上げる。手首から手を持ち上げる。そして人差し指に移し替えて戻ってくるときにここに戻る。1 2 1 2 1 2 1 2。これだけです。で、この肘は固定します。1 2 1 2。映ってる。で、ここでやるとここから1 2 1 2、肘固定した状態で1 2 1 2、こんな感じの動きになります。だらんと下げて、ここ人差し指の付け根につけて上まで行く。人差し指に移し替えて戻ってくる。中指上まで行って人差し指に移し替えて帰ってくる。で、それをこの状態から上に上げる。人差し指に移って帰ってくる。1 2 1 2 1 2。これがアウアナの手になります。エクササイズに加えてみてください。